どうも、老害です。今回もね、週刊老害ディズニーニュースお送りしたいと思います。このコンテンツは1週間にあった東京ディズニーリゾート、海外パーク、映画などであった発表や出来事に関して、老害が見つけてきた好き勝手な目線で喋るそんなもんになっておりますと。お送りしますのは私、浮き飛車大作戦の村山ですね。はい。で、今日もね、アンオフィシャルでディズニー好きだが決して媚びない鉄の掟を条件にね、お送りしたいと思います。ついに、終わりましたね。バズライトイヤーのアストロブラスター。我々の犯行は虚しく散っていったわけですけども。でね、ちょっとこれに関してね、結構気になることがいくつかあったんですけど、私がね、この前の放送で言った通り、24日に行ったんですね。24日。で、封鎖の前、1週間前ですね、ちょうど。で、その時死ぬほど混んでたと。バズライトイヤーずっと120分待ちだったと。で、そっから土日と来て、それが木曜日だったんで、金土日と来て、そこまですごかったんですよ。180分の瞬間もありました。で、その後、28日以降は発表によると、プライオリティパス、プライオリティパスだけでの、通すということになってたんで、どんなに頑張ってもバズに1回しか乗れないのかもしれないということで、私はその1週間前の24日に行ったんですけども、どうやら、スタンバイ通してたらしいんですね。その一週間。で、めちゃくちゃ空いてたんですよ。で、これはね、結構、失敗したなっていうふうに思いましたね。マジでミスったなって思いました。だって、そうなると思わないじゃないですか。一回しか、だから二回以上乗ろうと思って、その日は行ったんだけど、まあ、結果的に混みすぎてて乗れなかったんだけど、その最後の4日間ぐらいに行ってれば、普通に乗れたと。で、しかもその日、なんか、普通のビッグサンダーとかスプラッシュとかが10分、15分の世界だったらしいんですよ。で、つまり28から、そういう上にしますよって言って、人をビビらせた結果、そういう、ホットスポット、穴場、生まれてしまったということなんですね。完全にやりましたね。もう勇気を持って、今後、なんかそういうクローズとかがあって、そういう、運営になるんだとしたら、もうそういう日に行った方が良かったですね。まあ、ちょっと普通に日程的に行けなかったんですけど、ちょっとこれはやってしまいましたって、もうかなりショックで落ち込みましたということで。はい。で、前回ね、行って、どう回ったかみたいな話ばっかりしちゃったんでね、補足ということで、いくつか、触れておきたいと思います。で、まあ、老害的に、本当に老害の回り方をしたので、昔ながらずっとあったアトラクションばっかりに行ってたわけですね。で、まあ、新しいものは基本的に老害なので受け付けてないんですけども、まあ、基本的には、やってるものは基本的に全部見てこうってことで、まあ、リーチフォーザスターズ見てきたんですよ。キャッスルプロジェクションマッピングですね。で、それの感想から入りたいんですけど、正直、微妙なんですね。私の第一印象、話してもらうと、でっかい、長い、壮大な CM に見えました。これ、こう思った方多いんじゃないですかね。で、なんでかって言ったら、まあ、つなぎ合わせになっちゃってるんですね。まあ、いろんなキャラ出てきて、ヘラクレスとかからね、ウィッシュとか、ミラベルとか、メリダとか、そういうのをどんどん展開していくんだけど、一個一個、なんか、繋がってるようで繋がってなくて、こう、一個一個順番に、紹介してるだけなんですよ。なので、印象としては、映画館に行って最初に流れる予告編の映像、CM なんですよ。それを、なんかね、壮大に、まあ、プロジェクションマッピング、シンデレラ城っていう壮大な、ガジェットを使って見せられたという印象でしたね。で、しかもね、前にも触れたんですけど、やっぱ内容が、やっぱマイナーなキャラが結構多めだったんですよ。で、これは完全にディズニープラスに入れたいっていう、本当にマーケティングの側面が非常にあるなって感じましたね。だって、最初、まあ、壮大にいろんなキャラクター出しながらオープニングがあった後に、一番最初の展開、1個目の項目っていうんですか、1個目に出てくるキャラクターと、まあ、その展開、1個目がヘラクレスなんですよ。ヘラクレスって、前も説明した通り、そのディズニールネッサンス1990年代のディズニーアニメの中で、一番売り上げが少なかったやつなんですね。まあ、そんなに差があるわけじゃないんだけど、一番売り上げが少なかった。で、その後も、なんか強引にね、新しく実写版作ったりとか、そういうので盛り上げて
盛り上げていこうっていう、その手助け、運営からの手助けがないままに、ルネッサンスの中で割と放置された存在だったんですね。で、それが、今ここに来て、急にヘラクレスっていう感じで出てきたんですね。で、これがね、やっぱりね、なんでヘラクレスやったかっていう思惑を察するに、まあ、ディズニープラスに入れたいんだろうなっていう。で、まあ、他もそうですよ、ウィッシュとか、ミラベルとか。で、ミラベルはちょうどコロナ被ってて、うまく上映できなかったところもなんで、で、そういうのも見てほしいんだろうなと。で、そういうところが続いてって、終わっていくと。まあ、普通にあと、あれも感じましたね。ピーターパン方向に行くのかと思ったんですよ。ティンカーベルが出てきたんで、ピーターパン方向に行くのかと思ったら、ティンカーベル方向に行ったんですね。で、ティンカーベルの映画シリーズ4作ぐらいあります。で、こっちの方向に行っていたんですね、その、リーチ・フォー・ザ・スターズの内容は。ということは、やっぱりディズニープラスに入れたいってことじゃないですか。ティンカーベルの映画は、1個目はそこそこヒットしたけど、まあ、2個目で、まあ、ちょっと売り上げが下がって、で、そっからは、日本ではビデオリリースなんですよ。4、5。で、これがね、ティンカーベル、そっち方向だったんで、あ、やっぱりディズニープラスに行ってね、今日見たものを、ディズニープラスで、ぜひ復習してくださいっていうのを、20分間、こう、浴びてきたっていう印象でしたね。で、そう。で、なんでこんなに、極端に、あれって思ったのかっていうと、やっぱり今までのが結構良かったっていうのもあるんですよね。で、プロジェクションマッピングの、シンデレラ城のディズニーランド、東京ディズニーランドの一作目、Once Upon a Time は、結構その、劇的だったんですね。その、各作品のピンチは、一緒なんですよ。最初は一緒。一個ずつ物語を並べてって、で、まあ、最後に、そして、いつまでも幸せに過ごしましたっていう締めの言葉でもって閉じられるみたいな、そういう、まあ、綺麗な構成したんですよ。で、その中にも、お話の起伏もちゃんと含まれてたんですね。で、ピンチのシーンを、ハイライトで全部、切り張りして全部、ショー自体でピンチになったら、その4作品か6作品か、ごめんなさい。ちょっと、詳しく、は思い出せないんですけど、その、全部の作品の中のピンチのところをガーって切り張りして、全体的にやばいっていう雰囲気を知って、そこを乗り越えて、幸せに過ごしましたって閉じられるんで、話として、結構劇的で、まあ、起承転結があって面白かったんですよ。それがリーチ・フォー・ザ・スターズなかった。羅列でしかなかったんですね。で、それもあります。で、その次にあった、まあ、フローズン・フォーエバー。で、これもまあ、まあ、基本的にはアナ雪の話なぞるだけではあるけど、まあ、アナ雪の話自体にも起伏がある、物語の起伏があるんで、別に、終わった時に、ああ、よかったねっていう終われるんですね。で、自分が一番好きなのは、その後にあった、セレブレイト東京ディズニーランドっていう、これはパークを一周して、全部の、ほぼ、まあ、全部じゃないですけど、アトラクションを全部総ざらいするっていう感じの、で、アトラクションごとの、プロジェクションマッピングをやっていくっていうことだったんですけども、まあ、これがね、なんかすごい、まあ、やっぱ老害なんで昔からあるものが大好きな、もう死んでいくべき存在なので、これがやっぱりぶっ刺さったんですね。セレブレイト東京ディズニーランド。これが非常に良かったんですよ。やっぱり一日中ね、パークの中ぐるぐる回った後に、最後それの復讐戦編を見せられて、今日の一日の自分の活動っていうのを後押ししてくれるっていうか、肯定してくれる。こういう話だったんですよ。セレブレート。だから俺はすごい良かったんですね。で、そういうのが含めて、リーチ・フォー・ザ・スターズにはなかったと。そういう感じなんですね。まあ演出とかはね、結構いいとこもありまして、炎出てきたりとか。まあアイアンマン、マーベルがね、急に登場したところはね、かなり盛り上がってました。でもやっぱりマーベルのエンドゲームを見た時の、感動よりは、やっぱりやっぱ繋ぎ合わせて、マーベル、急にマーベルになっちゃうんで、そういうのを含めて、今までのタッチ、ウィッシュとか、ミラベルとか、メリダとか、そういう雰囲気の中、急にアイアンマンが出てきてどうのこうってなるので、ちょっと違うと。で、そういうお話も全部、クロスしてないし、その全体的な起承転結もないので、リーチ・フォー・ザ・スターズは、やっぱ微妙だったなという印象を受けましたと。まあ、でっかい CM ですよね。もうちょっとこうなってくると、ねえ、ついんだよな。その一日中動き回った後にでっかい CM を見せられるって、これやっぱり逆じゃないですか。映画で言ったら終わった後に長々と CM 見せられるんですよ。帰るじゃないですか。これと一緒なんですよ。やっぱりまあ、見せられるんだとしたら、最初にまだこっちのテンションがよし、今からディズニーランド回るぞって時に長い CM を見せられてもらって、あーこういうのもあるのねって知ってから、ディズニーランドを一周するっていう、こういう形の方がやっぱり構成としていいので、夜中にもう帰るギリギリの時に長々と CM 見せられるのは結構きついということで、私はリーチ・フォー・ザ・スターズ微妙でした。
はい。で、これが復習編ですかね。はい。で、まあ、あのね、今回はね、まあ、そんないつまでも、行った時の話しててもあれなんで、ニュースも振り返っていきたいんですけども、今回、かなり、大きなことっていうか、発表があったのは、統合、ごめんなさい、決算報告、決算発表が行われたと。2025年3月期、第2四半期の決算発表が行われたと。で、これで結構ね、面白いなと思うところがあったので、そこをちょっと触れていきたいんですけども、なんか話題になりましたね。ディズニーの若者離れみたいな記事があって、それが結構インプレッションがあって、そういうのを、まあ、データ的に、まあ、本当に、だからそれは印象でしかない記事でもあったんで、そういうのも含めて、やっていきたいなっていうところなんですけども、その記事があったんですけど、その、まあ、全体的に若者が減ってってるっていうデータは、そこまで明確には出してきてなかったですね。この決算報告書。これは皆さん面白いんで見てほしいんだけど。で、この向こうが今回出してきたデータに関して、かなり、まあ、そういうデータになったんだな、若者が減ってきてるっていう、割れても仕方ないなっていうのが、やっぱこのグラフに出てて、ディズニーが棒グラフで4段階に分類していると。小人4歳から11歳、中人12歳から17歳、大人18歳から36歳、大人40歳以上。で、この4つに分類してるんですよ。で、まあこれチケットの価格とも連動してるんで、小人、中人、まあ大人は全部一緒ですけど。で、これにおいて、その大人18歳から39歳っていうところが、3年前ぐらいから減り始めてると。で、10年前から比較すると、49.5% から 50% ぐらいの間のところに、この2013年のから5年ぐらいはあったんですね。で、これが、2023年は 41% に減ってると。これ割合ですね。で、それに対して、大人40歳以上っていうのが、33.2%。これが今年、去年だったんですけども、これは2013年は 21.1% だったの。これが 33.2% に10年間で増えていると。まあ、そういうデータです。まあ、これは若者のディズニー離れっていうふうに受け取ってもいいんですけど、やっぱり、年取ってるだけなんですね。結局は。18歳から39歳だった。人が40歳以上になっただけなんですよ。つまり、ずっと支えてる人っていうのはあんま変わってない。で、その人たちが加齢していくことで、別の枠組みに増え、なったっていう、それだけの話だったんですね。で、基本的には若者のディズニー離れは、まあ、起きてると言って、間違いではないんだけども、ただこの全体のを支えてる人たちは、あまり変わってないんじゃないかっていうふうにデータでも見えるんですね。で、つまり、こっからが問題なんですけども、一人当たりの客単価っていうのは伸びましたっていうふうに説明されてるんです。それは当たり前ですよね。入園料が高くなってるから。それとも、プレミアムアクセスとか、有料コンテンツがどんどん増えてってる。飯もどんどん高くなってると。ターキーレッグは600円だったのに今900円だった。600円じゃない、もう600円か。600円だったのに今900円までいってると。で、チュロスも300円だったのに、450円ぐらいまで来てると。そういうことの積み重ねで、まあ、客単価は上がってきてますよって言われても、まあ、そらそうだろう、値上げしてるんだからっていうふうに感じておりますと。で、まあ、今回の赤字だったっていうことを、どうやって乗り越えてくるかっていう、この株主に説明したのが、ホテル事業の売上の増加と、諸経費の削減により、初頭の予想の達成を目指すというふうに、お伝えしてられ、伝えてきてる、向こうは言ってきてるということ。まあ、まあ、普通に売上高の増加を目指すホテル事業において、まあ、新しいホテルも立ちましたから、そういうので、まあ、目指すと、ファンタジースプリングスホテルとかですね。で、そこがあって、まあ、そこはわかるんですけども、諸経費の減っていうのが、これが気になると。まあ、これは結構、感じ取れる部分はあると思います。パークに行ったらわかると思います。ハロウィン、かなり、ボリューム下がってます。飾り付け。シンデレラ城の前にでっかいフィギュアが並ぶっていうのは、2010年代はかなり、毎年、ハロウィン、クリスマスは、いろんなフィギュアが並んで、フォトロケーションになってるっていうのは、あったんですけども、今年、コロナ以降なくなってきてますと。まあ、諸経費ですね。で、あと、各エリアの装飾、これがね、ほぼなくなってました。で、この前ディズニーランド行った時の感想としては、トゥーンタウンはいつも通りハロウィンやってましたね。カボチャ置いてあったりとか、デコレーションはされてましたと。で、それ以外のエリアは、もう本当に、季節を感じさせない、作りになってましたね。
まだ夏の期間の方がね、霧吹きとかあって水が出る装置とかあってね、季節感じられるようになってたかなっていうふうにも思いますね。で、そういうことが行われてきてると。で、蝶の回数が減ってたっていう情報もありますと。エレクトリカル、まあ、ハロウィン期間なんで割とフルに回してたとは思うんですけども、普通のハーモニーインカラーがあって、ハロウィンのパレードがあって、エレクトリカルパレードがあると。で、エレクトリカルパレードは別に減ってないんだけども、今までハロウィン時期っつったら、ハロウィンのパレード2回はやってたんですね。2回もしくは3回。昼間に2回やって、夜に、飾り付け、ライトアップしてハロウィンの、パレードやるみたいなこともあったんですよ。で、それをまあ1回しかやってきてないと。で、まあそういう、こういう諸経費の減によりっていうところがやっぱり見え隠れするんですよね。で、あとやってないアトラクションはちょっと増えつつあると。まあコロナ以降、もう動いてないみたいなのもありません。スイスファミリーツリーハウスとかもう運営してないですね。で、まあ、マーメイドラグーンシアターはもうずっと運営してないですと。そういう状況にもあると。で、今回行った時はプラザレストランが閉まってましたと。まあ、長期の改装中ってことなんでしょうね。で、そういうことが、ちょこちょこ行われてきてると。つまり、こういうね、細かいところを、切り詰めて、その分を、赤字に当てる、売り上げっていうことにするっていう、これコンビニが容器ちっちゃく、内容量減らすみたいなのと一緒なんですよ。そうやって、売り上げを増やそうとしてるっていうのは、もう向こうが大々的に発表してきてるし、もう行ったらすぐわかるようにもなりつつあると。これはかなり老害としては問題だと思いますね。で、これはちょっとどうにかしてほしいと。ね、つまりその、まあ、老害としては、クリスマスとか、ハロウィンはまあいいんですけども、大々的にショーを見に行ったりして、楽しむというよりかは、まあ普通に、昔からあるアトラクションに乗りまくるっていうのが基本ベースにあるんで、で、そういうところにもハロウィン要素が入ってると、まあこちら的には楽しめるんですね。で、そういうのは別にないので、やっぱりそういうところで、諸経費の減っていうところに、ちょっと、やっぱり、手抜き、悪く言うと手抜きっていうことを、もう株主総会の方で、示しているという、これが悲しい結果でしたね。で、この統合報告書、これはかなり面白いんで、ちゃんと読んで、細かくして、動画にしたいと思います。で、じゃあ今回はこの辺にしときたいと思います。はい。じゃあね、もうそろそろね、ハロウィンも終わってね、クリスマスになっちゃうんでね、もう、一年も終わっていくということで、まあ、老害も、あと、普通に考えて、ディズニーランドは大物アトラクション2つもなくなったじゃないですか。スペースマウンテンとバズライトイヤー。なので、ちょっともうディズニーランドには用事がないんですよね。なので、老害も、この後は、まあ、ディズニーシーには行くかもしれないけど、しばらくディズニーから離れるというか、金は落とさないという方向性になってくるので、ディズニーランドさんからしたらもう完全に私はいらない存在になってくるということで、今回の動画を終わりたいと思います。ありがとうございました。